はい、どうも、池井です。今日はですね、ちょっと前、もう何ヶ月か前かな、ちょっと前じゃないか、に、話をしたことをやろうかなと思っております。だいぶ以前に、ワンナイトデジャブのトランクがあったと思うんですけど、その中に入っていたレアアイテムがあったよ。で、機会があったら、開封しようか、みたいなことを言ってたと思うんですけど、それを今日、やりたいと思います。はい。で、それは何かというと、こちら。はい。はい。こちら、ルナシーフィルムのボリューム4。おー、丸まっちゃってる。これ違うわ。これ違うけど、ルナシーフィルムボリューム4のガチャガチャの中身を開けていきたいと思います。で、ちなみに、このケースの中に3つ入ってるのがあるんですけど、これボリューム5のやつです。まあ、これも見たい人がコメントであったら動画にしようかなぐらいの緩い感じでいきたいと思います。はい、というわけで、じゃあまずこちらのボリューム4順番に開けていきたいと思います。これなんか1つだけ違うけど、ああ、でもいいんだ。これもなんかそうだ。はい、じゃあちょっと順番に開けていきたいと思います。はい、では順番に開けていきましょう。まずはこちらから。はい。龍一マザーの頃のやつですね。はい、龍一でーす。はい、めっちゃ光が反射してるけど、まあわかるよね。そしてスタートアップギグのピンバッジ。あ、ちょっと邪魔なのはないか。はい、続いてこちら。あれ、これ入ってねえじゃん。まあ、ピンバッジ、ルナシーロゴの緑色です。これアーティストシール入ってないの、ね、まあ、いっか。今更同行できるもんでもないんで。はい、次こちら。J です。これも多分マザーの頃かな。はい。で、ルナシーロゴのピンバッジ、赤。基本的に買っても物開けないから、こういうことよくあるんだよね。後からなんか入ってなかったみたいな。はい、続いてこちら。キャパシティ無限大の時のメンバー全員のシールです。で、またルナシールですね。お、続いてまた赤。重ねすぎても倒れるな、これ。まあいいや。よし。はい、次こちら。おう、かぶり。まだの頃の J。お、ピンバッチ形が違う。はい、ルナシーロゴ、月ロゴの、緑、オレンジのピンバッジ。はい、さっき見たパンパンのやつですね、これは。あー、シールがめっちゃ歪んでる。はい、メンバー全員で、ストーム前後、まあ、活動休止後のメンバー全員のやつですね。で、こちらがネックストラップだな。ブランニューカオスの時の、これ、アクト2の、これ当時ものじゃね？復刻版とかじゃなくて、あれ、なんかイヤホンの、イヤホンジャックついてる。なんだろうこれ。まあこれ多分当時ものっぽいですね。で、多分在庫処分でカプセルの中に入れたんじゃないかな。結構ね、このルナシーフィルムやってる頃って、あの在庫処分的なもの多かったんですよ。一回いくらみたいな感じで出た番号の過去のグッズがもらえるみたいなのとかもあったんですよ。で、それも今結構持ってます。今いろいろグッズ整理してて、その中に結構ありましたね。はい、こちら。これもキャパシティ無限大の頃。あれ、さっきのやつと一緒？あ、一緒だ。キャパシティ無限大だね。で、おー、見えますかね。銀テープで、あー、これいつのだと全然わかんねえや。龍一の名前とルナシーのロゴしか見えないからわかんないですけど、銀テープです。開けないよ、これ。ああ、崩れた。まあいいや。いや、このカプセルどうしよう。今はいいけどね、後々どうしよう。はい、次こちら。じゃん。深夜。これも、98年頃ですね。活動休止後のやつです。で、おう、かぶった緑ロゴのルナシー。カプセル邪魔やん。まあ、処分はするけど、いずれ。はい。お、まずは、イノ。
これはブランディングカウスの頃のやつですね。で、銀テープ、また同じの来ましたね。はい。これも同じだね。そして、めちゃめちゃ折り曲がってるけど、2000年のスレーブ限定ギグのバッジ。めっちゃ曲がってる。まあ、まあまあ、いいけどさ、特色タイプの僕としてはこういうの嫌だな。さすがにこれを開けちゃおうかな、後々。うん、はい、ああ、また外れ。シールないやつ。これ多分漏れだよね。はい、スタートアップギグ2000のピンバッジ。さっきもこれでなかったよね。これはついてないのかな、もともと。そういう仕様。結構このピンバッジはケーキが使ってるから、これはシール入れませんみたいなことなのかな。はい、次。はい、次はこちら。はい、ブランニューカオスの頃の深夜。で、はい、かぶり。月ロゴのルナシー緑とオレンジのやつで。まだまだたくさんあるんですけど、ちょっと、取りやすいように整理します。はい、では再開します。続いてこちら。はい、 J、 これいつ頃だろう。イメージではないし、エデン、マザーでもない。いつぐらいだろう。エデンとマザーの間あたりかな。1994のアリーナツアーとかその辺ぐらいじゃないかな。でこちらはストラップで、10周年の時の、これはスリーブのスレイブ会員全員に配られたやつですね、確か。10 years。メジャー、メジャーシーン10周年だから、終幕後か。2001年頃のやつですね。はい。これ確か持ってるはず、見覚えあるんで。続いて、こちら。ダン。はい、杉蔵ブランニューカオスの頃のやつですね。はい、そして、ピンバッジで、あ、2000年スタートアップギア。これでシール入ってんじゃん。じゃあもう、入ってなかったら単純にミスじゃねえか。チクション。もう、今更しょうがないですけどね。もう20年以上たん前の話なんで。はい、続いてこちら。お、かぶり、すぎぞー、来ました。ブランディーカースの頃のやつですね。そして、インバッジは、これ、このカラーしかないのかな、緑、オレンジの。結構かぶってきた。そして、カプセルが邪魔。はい、次。お、また、J、さっきの、多分19455のかなーってやつと、お、すげえ、これ2個入ってんじゃん。さっきのストラップと、ピンバッジ、またぐっちゃぐちゃに折りたたまれております。はい。さあ、次。はい、キャパシティ無限大のメンバー全員ですね。で、ピンバッジは赤。赤は出てるね。うん、だいぶ被ってきたけど、シールはまだまだ被ってないの結構あるよね。おそらく。はい。ブランニューカウスの次ぞ。ここのブランニューカウス杉蔵しかないのかな。で、緑のルナシーロー。いや、どんどん、カプセル邪魔になってきた。続いてこちら、深夜、98年頃のやつですね。で、ピンバッジは赤。あ、もう、目新しいもの出なくなってきたな。おって言ってるそばから新しいの来ました。杉蔵で、これはいつぐらいだ。マザーぐらいかな。少なくともエデンよりは後のはずで、98年とかでもないんで、マザーからスタイルぐらいかなと思います。はい、そしてこちらスタートアップギグ。カラーじゃないから髪の色わかんねえから分かりにくいんだよね、いつの頃か。はい、続いてこっちいるな。お、ブランニューカウスの深夜、新しいやつですね、来ました。で、ピンバッジは、お、新しいから黒と紫のルナシー付きロゴですね。はい、続いて、うわっと落ちる。はい、こちら。はい、98年の深夜。そして、お、新しい、なんだこれは、四角の指輪。ルナシーのロゴが入っております。新しいの来ましたね、ここに来て。よし、次、龍一、これですね。さっきもあったよね、一番最初の頃にあったよね。はい、続いてこちら。はい、スタートアップギグ、あと7個です。はい、こちら。
ブランニューカオスの龍一、新しいの来ましたね。そしてこれも2つ入ってる銀テープ、これも多分、でもなんか違う、アクト2、多分これブランニューカオスのアクト2ですね。アクトって見えるんで、アクトがつくのはもうブランニューカオスしかないんで、でしかもアクト2のやつですね。はい、そして、またこのピンバッジ来ましたね。はい、折りたたみピンバッジ。はい、続いてこちらシール、をブランニューカオスの、今これも初めてですね、のなんで、でこれさっきのやつですね、同じやつで、ちょっとカプセル邪魔なんで一旦片付けます、カプセルを。はい、では残りの5個やっていきたいと思います。はい、シールはこれ J ですね、さっきも出たやつ、ピンバッジ同じやつですね。続いてこちら、よいしょ、龍一のブランニューカオス、ブランニューカオスっていうかファイナルアクトですね。はい、そしてルナシールを緑、よいしょ、キャパシティじゃないや、98年頃のメンバー全員。そしてピンバッジは、新しいから出た赤ロゴのスタートアップ企業。そしてこれ新しいの入ってますね。はい、まずこちら釣り竿で、これはなんだ、タグ、ブランニューカオスアクト2の T シャツかなんかのタグかな、これこんなん売ってた、多分タグだけ取れたの入れただけじゃね、こんなないけど。はい、じゃあ最後の1個こちら、龍一のファイナルアクト、そしてピンマッチの赤です。はい、全部で何個だ ?30 個ぐらいかな。はい、という感じで、ルナシーフィルムボリューム4のガチャガチャの中身開封でした。どうでしたか ?20 年ぐらい前のアイテムでしたけど、かなり懐かしいものとかあったんじゃないでしょうか。まあ20年前どころか、それよりも過去のグッズとかもいろいろ入ったんで、まあなんか見覚えがあるものもあったりとか、あとはこのシールの写真見て、懐かしいなとか、あったと思うんで、もしよかったら感想お願いします。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。